なんかそういうの受けるもんな、やっぱ二人だけな、二人だけ。そう、お心の二人だけおもろい。そうだ、お心のね、中には誰も入れないんだよ。あ、怖い。みんな入ろうとしてる？入れないんだよ。そうなんだ。そうなんだ。入りたくないだろ。え、入りたいって言う人絶対いるって。いるいる、絶対いる。結構苦しいよ、多分。本当に？入りたい人いる？苦しいよ、多分。いない？いないよ、だって。うん、あーってなるよ絶対。いや、そんな、なんか笑ってるわみたいな。なるかな。なる？なるよ絶対。ならんだろう。え、あー、おかゆ、おかゆちゃんだ、コロさんだってなるでしょ。なるかな。なに、みんなはその水族館みたいな気持ちでおかころを見てるってこと？でしょ。ほら、入るのは小生解釈不一致でござるって言ってるよ。リスナーさんも。そうなの？いや、それはおかゆのキャラクターじゃん。小生解釈不一致でござる。それはおかゆの。え、でも今言ってくれた人さ、あの、コロさんのさ、あの、メンバーシップのマークついてたよ。ほんと？どれや？わかんない、もう流れていっちゃったけど、いたよやっぱり。ほんと？そうそう。で、小生は永遠なんだな。そっか。え、小生って何、あの、後生みたいな感じなの？あ、小生って一人称、あの、僕とかと同じで。小生っていうことがあるんだ。そう、一人称があったの。そうそう、昔ね。そう小生。そうへぇ、そうそう、ちょ、始めながら喋よう、これ。いい、動物タワーバトルをね。いいやん、小生で。そう、小生、うん、で、僕の枠で、うん、前に、メンバーシップ限定でね、セリフ枠みたいなのやったんだよね、うん、それで小生って言ってほしいって言われたん？違う違う、それで、うん、あの、おかころていていなセリフ言ってくださいって言われた時があって、はいはいはい、はい、うん、で、あ、いいよって言って、こういう感じの、ボイス言ってほしい人ってあれなのかなって、うん、僕のあくまでも想像の範疇だけど、うん、やっぱり僕自身から、うん、対誰かに対して、対本人に対して恋愛感情を向けるっていうよりは、おかころが、僕がコロさんのことを好きでいてくれてるっていうのが、なんかていていって思う人なのかなっていう話をした時に、うんうんうん、誰かがコメントで、なんか自分に対して恋愛感情を向けるのは解釈違いってコメントがあったから、え、何そのさみたいな。それで僕がその人たちを茶化して、うんうん、小生、あの、おかころ推しであるゆえ、自分に恋愛感情が向くのは、解釈不一致でござるゆえとかって言って、いじって遊んだんね。あ、そういうことね。そこから、なんか、解釈違いって言葉を使うときは、この小生っていうのがね、出てくるようになったんだね。なるほどね。あ、いいじゃん。え、使ってもいいよ、コロさんも、小生。小生いい？そう。いいよ。あ、そうなんだ。でも、自分に恋愛感情向けられるのは嫌なんだ。人による、なんかおかころがテイテイクしててほしい、なんか自分がそこに関わりたくないみたいな。あ、なるほどね。その世界のこの背景とか壁とかでおかころを楽しみたい人と、あ、そうか、普通に、そうそう、僕から相手に向けて恋愛感情として楽しみたいとかね、なんかいろいろあるらしいですよ。なるほどね。そうおかころはそうだね。あ、観葉植物だって。その、そうだね、家具の一人として、一つとして楽しみたい的なね。そうなんだ、家具か。そうそう、あららら、やめてまず、うわっ、やったね。観葉植物か。でもいろんな人がいていいよね。おかころていていの人もいていいと思うし、うんうん、僕とかコロさんに対して、そうだね、なんか自分に愛を囁いてほしいですっていう人がいてもいいと思うしさ。確かに、どっちも嬉しいね。嬉しい嬉しい、うん、ね、どんな形であれば嬉しいなと思うよね。そうだね。